そしたら、上まぶたができましたし、下まぶたのね、ラインを描き込みたい、削り込みたいと思います。この辺にしますかね。まあ、目玉をどのくらいの大きさにするのかということになるんですけど、この辺にしましょう。そしたら、下まぶたのね、際ですね、を作ります。でもこれはあんまり強調しない方がいいように思います。ここにこういう風にね、入る筋なんですけど、あんまり強調すると、ギョロ目になってしまうんで、もう軽くなぞる程度。肉眼でこうやって見るとなんかわけは全然なんかそんな目玉の形とかは見えないんですけどね。まあでもこれでだいぶ目は入れやすくなったと思うので、で流し込みをちょっと塗って、こんな感じですね。しっかりと目玉ができました。